皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回は Figma 入門編の第2回です。今回は Figma の基本操作について勉強しましょう。デスクトップの Figma のショートカットアイコンをダブルクリックして、Figma のホーム画面が開きますので、前回作ったニューファイルをダブルクリックするか、または画面の上のニューファイルのタブをクリックすると、これでニューファイルの編集画面が開きます。これからこのニューファイルを編集していきます。まず、現在移動ツールが選択されていますが、この移動ツールを使ってキャンバス上で iPhone13 のフレームを左クリックでクリックしたままドラッグしてマウスを動かすと、このようにキャンバス上でフレームを移動することができます。フレームだけでなく、これから入力するいろいろなオブジェクトも移動ツールを使ってドラッグして移動することができます。移動したフレームを元のフレーム全体の表示に戻したいときは、右上の表示倍率の項目をクリックして自動ズーム調整を選択すると、このようにキャンバスの中央にフレーム全体が表示されます。画面の拡大縮小は、表示倍率をクリックして、ズームインやズームアウト、または一番上の項目に直接、例えば50と入力してエンターを押すと、このように 50% の大きさで表示されます。またはキーボードのコントロールキーを押しながらマウスホイールを動かすと画面の拡大縮小ができます。元に戻すときは、表示倍率をクリックして、自動ズーム調整を選択して、元の表示に戻します。オブジェクトを移動させるときは、移動ツールを使いますが、キャンバスそのものを移動したいときは、手のひらツールを選択して、キャンバス上で、左クリックでドラッグしながらマウスを動かすと、このようにキャンバス自体を移動することができます。または手のひらツール以外の、例えば移動ツールを選択した状態でも、キャンバス上でマウスホイールを下に押し込んでクリックすると、ポインターが手のひらツールのアイコンに変わりますので、そのままマウスホイールでドラッグしながらキャンバスを移動することができます。次に、移動ツールを選択した状態でフレームをクリックして、フレームを選択すると四隅に白い四角が表示されますので、この四隅の四角を左クリックでドラッグしながらマウスを動かすと、このようにフレームの大きさを拡大縮小することができます。それから
上下左右の青い枠の上にマウスオーバーすると、ポインターが両矢印の形に変わりますので、ここで枠を左クリックでドラッグしてマウスを動かすと、フレームの枠を上下左右に拡大縮小することができます。この時プロパティの欄にはフレームの大きさが表示されていて、フレームを拡大縮小するとプロパティの値も変わることがわかります。今フレームを拡大縮小して正規の iPhone13 の画面と大きさが変わってしまいましたので、これを元に戻すときはキーボードのコントロールキーを押しながら Z キーを押すと前の操作を取り消すことができますので、コントロールキーと Z キーを何回か押して元の 390×844 ピクセルの大きさに戻します。このようにコントロールキーと Z キーを押して前の操作を取り消すことを Undo と言います。うまく元に戻らない方はツールバーのフレームのアイコンをクリックして、プロパティの項目で再度 iPhone13、13 Pro を選択すると、キャンバス上に新しく iPhone13、13 Pro のフレームができますので、古いフレームはクリックして選択してデリートキーで削除します。そして新しく作ったフレームをクリックして選択して表示倍率から自動ズーム調整を選択してフレーム全体を表示します。それでは次にシェイプツールの右の下矢印をクリックすると、シェイプツールでは長方形、直線、矢印など各種の図形を入力することができます。まず長方形を選択して、ポインターが十字の形に変わりますので、フレーム上で左クリックでドラッグしながらマウスを動かすと、このように長方形を書くことができます。再度長方形を選択して、正方形を書くときはシフトキーを押しながら左クリックでドラッグしてマウスを動かすと、このように正方形を書くことができます。このように正方形や長方形、直線などの図形や、またはこれから編集する文字などはオブジェクトといって、このオブジェクトごとに形や大きさ、配置や色などを編集して、さまざまなオブジェクトを配置してウェブデザインを作っていきます。そして作成したオブジェクトは左のレイヤーの項目にレクタングル321と表示されていて、レクタングルというのは長方形という意味ですが、このレイヤーの画面で各オブジェクトをクリックして選択することができます。そしてプロパティの項目では
それぞれのオブジェクトを詳細に設定することができます。プロパティの項目では、X、Y の項目でオブジェクトの座標を、W でオブジェクトの幅、H で高さ、0度でオブジェクトの回転の角度と、角丸の半径を表しています。この数字をクリックして、数値を直接入力すると、それぞれの値を直接指定することができます。また、それぞれのアイコンの上にマウスオーバーすると、ポインターが両矢印の形に変わりますので、ここで左クリックでドラッグしてマウスを左右に動かすと、マウス操作でそれぞれの値を変更することができます。オブジェクトは移動ツールを使ってオブジェクトをドラッグしてフレーム内で移動させることができて、また四隅や四辺をドラッグしてオブジェクトの大きさを変更することができます。移動ツールを使って移動するとガイドが表示されて、それぞれのオブジェクトの横の位置を揃えたり、中央を揃えたり、または等間隔に配置することができます。ここで移動ツールを選択した状態で、フレームの外から左クリックでドラッグしながら、マウスで複数のオブジェクトをなぞると、このように複数のオブジェクトを選択できますので、この状態でプロパティの項目の左揃えをクリックすると、オブジェクトを左揃えに、または中央揃え、右揃えに配置できます。それからオブジェクトの上揃え、中央揃え、下揃えが選択できて、その右のその他のオプションをクリックすると、等間隔に配置したり、あるいはオブジェクトの均等配置ができます。ここで一旦、フレームの外で左クリックして、オブジェクトの選択を解除して、複数のオブジェクトを選択する方法は、フレームの外からドラッグして、ポインターでオブジェクトをなぞって、複数のオブジェクトを選択する方法の他に、まず一つのオブジェクトをクリックして選択して、さらに次のオブジェクトで、シフトキーを押しながらオブジェクトをクリックすると選択するオブジェクトを追加することができて、このようにシフトキーを押しながら追加のオブジェクトをクリックして複数のオブジェクトを選択することができます。再度フレーム外でクリックしてオブジェクトの選択を外して、今度はレイヤーの項目でオブジェクトをクリックして選択して、次のオブジェクトをコントロールキーを押しながらクリックすると、こちらでも複数のオブジェクトを選択することができます。または最初のオブジェクトを選択した状態で、次に一番下のオブジェクトをシフトキーを押しながらクリックすると、この間のすべてのオブジェクトを選択することができます。
最後にファイルは自動的に保存されますので、ホームアイコンをクリックするとホーム画面ではニューファイルが簡易表示されています。次回はさらにプロパティについて勉強しましょう。今回は以上です。それではまた。